はい、どうもじゃあとりあえずね、今日はちょっとね、これ何本目だかあるんですが、エンゲージメントが取ってね、まあ、ちょっと軽く、ホテルも飲んで、一息ついたんですけどね、まあ、ちょっとまだまだね、寒いんでね、温まりつつ、とりあえずね、まあ、前の動画でからか、まあ、今日まだ全然動画の資料終わってないんで、時間経っちゃうんですけど、一応ね、1月の何日から、ブルーベリーリーグポケモン限定の、まあ、大会っていうのはね、始まるみたいなので、今回はね、まあ、ダブルバトルはね、どちらかというとシングルよりか、あのダブルバトルの方が、まあ、自信があるんで、今回はね、ちょっとダブルバトル、やっていきたいかなと思います。あのちなみに今回は、6体のポケモン選出から、まあ、4体選ぶってやり方なんですけど、まあ、今回はね、正直言います。5体の中から確実に4体選ぶってやり方で、いきたいかなと思います。そのためにね、よかった色違い厳選してるっていうポケモンが1体できました。まあ、そもそもね、当たるかどうか分かりませんけどね。おお、持ってるハグ使ったな。じゃあ行きましょうか。今回使うのはね、チーム4番ですね。で、道具もね、ちゃんと持たせております。この人もあれかな、あのブルーベリー大会の試運転ですかね。まあ、できればね、3試合ぐらいやってから、まあ、なんですかね、なんだっけ、鋼ドラゴンの色違いとかね、ちょっと探しに行けたらいいかなと思います。でもスパイスはね、使わないんでね。まあ、大量発生湧いてると思うんで、それ利用してっていう感じにしたいかなと思います。で、ルールはなんだ、ポケモンが、全て50に統一、道具は、被れないと。オッケーですね。じゃあ特に、問題ないんで、チーム4番でいきたいかなと思います。今回使うのは、このチームですね。で、基本的に言います。上から5体は、一番上のポケモンね、ただの見せかけで、使うつもりはないんでね。相手の初手で、うわーな、これ単純にブルーベリーポケモンの試運転じゃねえぞ。コダックいる、なんでコダックいんの？わかんねえ。まあ、とりあえず、まあ、初手からまず、ニオニクスいきたいと思います。初手ニオニクス。そしたらどうしようかな。まあ、相手の手持ち的に、これどっちがいいかな。ちょっとうがつホームラーでいきましょうか。2体目うがつホームラー出して、で、あとは、そうですね、うねる源、鉄のイサハにしまし、いや、岩尾の方がいいかもな。カバルダンいるって考えると、そうですね、ちょっと岩尾でいきたいと思います。以上、4体と。ちなみにこれマジセンスしてるんで、正直に言います、負けたらすげえへこむと思う。一応今回努力値に関しても、ちゃんまあある程度適当に振ってるんで、このチームでしか戦うつもりがないよっていうやり方でしか俺努力値振ってないんで、ちょっとね参考になるか分かんないですけど、ちょっとねお見せできたら、いいかなと思います。そうですね、できればね3試合やって1勝2敗もしくは5試合やって2勝3敗ぐらい、それぐらい理想かなと思って、初対相手カバルドンとマリルルと。おー、カバルドンとマリルリか。ちょっと想定とは違うのが来たな。そうですね、とりあえず日本バレしちゃって、ここはまあ一発守り入れちゃいましょうか。多分ここね、もしかしたらマリルリね、腹太鼓してくる可能性あるんだけど、まあ念のため地震対策込みで、ちょっと一旦ね、受けたいかなと思います。あー、ステルスロックか。はいはいはい。ってことはこれマリルリ本当に腹太鼓説あるかな。腹太鼓からのアクアジェットぶっぱすかね。あー、普通にじゃれつくか。オッケー、ナイス。それはでかい。で、もうマリルリやけどにしちゃったんで、もう基本的に価値はないと。したらどうしようかな。一旦リフレクター巻いちゃって、あ、しまった。俺、テラステル切ること考えてなかった。どうしようかな。まあ、一旦どうしようかな。まあ、タイプ一技で、まあ、ぶっ放すしかねえか。お、カバルドン引っ込めた。マジか。ミミッキュか。うわー、それ痛えな。結構痛い。よかった、ドラゴンクローンしなくて。あ、しかもマリルに大噴撃。うおー、すげえ。結構持ってったの。一応玉持ちにしてるんですよ。で、じゃれつく決まるけど、やけど状態なんで意味がないと。で、マリルリがやけどで、ゲームセット。
なるほど。天候変えたかったんだ、河原の戻した理由は。じゃあもう一回日本バラ巻くだけなんで。ちなみにこのニオニクス、オスのニオニクスなんで、いたずら確認します、ちゃんとね。今回のね、ブルーベリー図鑑内定のポケモンでいたずら心持ってるのがニャオニクスと、なんだっけな、草ポケモンのナルカだけだったんですよ。で、なんか壁とか張れること考えたら、意外と、なんつうの、その、ニャオニクスの方がいいかなってことで、今回ニャオニクス、採用してます。ただこれさ、化けの皮剥がれたのミミックまずくね？あー、ニャオニクス持ってかれたか。まあいい、全然いい、全然。あー、急所は無理だ。オッケーオッケー。でも全然まだヒデリターン残ってるんで、ああ、しかも玉持ちか。ええー、あのカバルドも一撃？え、強くねえ、ガツホムラって。まあ俺も大人げないことやってるからさ、あんまり人のことね、大したこと言えないですけど。まあ、相手多分ね、これ以上なんていうの、その、フィールド変化できるはずないと思うんで、もうこう、テラスル切っちゃいましょうか。多分ね、スピード的には若干うねるみなものが速いはずなんだよ。あ、どうだろう、わかんねえ。でもね、正直、初手であそこマリルリがじゃれつくしてくれたのはめちゃくちゃ後だった。あ、オッケーですね。やっぱりこっちの方が速い。いい巨人一発。やってることが大人げねはい、オッケー。まあゲームセット。つえーうがつホムラ。こいつ化け物だろマジで。やば。まあ一応ね、ブルーベリーズが内定大会ってことなんでね。まあ一応内定はされてるんで、今日まあ申し訳ないですけど。まあそれはそうですね。まずは1勝目。まあまあよかったよかった。いやでもニャオニクス意外とやっぱり強えな。ただあれですね、急所に当たったのは、ショックだったけど。いやでも本当に、マジで。うん。思ったというよりニオニクス強い。で、今回なんですけど、まあその、まあ、いたずら心持ち、すごいな、ニャオニクスと、さっき言ったと、ニャオニクスと誰だっけな、ちょっと待ってくださいね。ね、エルフーンだっけ、なんか草フェアリーみたいなポケモンがいるんですけど、一応エルフーンの方も、日本バレは覚えるんですよ。で、エルフーンの方が若干で言うと素早さが高いんですよ。ニャオニクスがレベル50の時点で、普通にドロキシ的な数字で言うと、104ぐらいしかないのかな。で、エルフーンが110超えてるはずなんで。そうですね、エルフーン116っすね。エルフーン116で、ニャスパーが104。っていう感じなんですけど。だから、まあ、その中で、俺が今回ニャオニクスか。ニャオニクス採用した理由が、まあ普通になんつったらいいのかな。色違い可愛いし、言い方ですけど、色違い可愛いし、まあ壁張り、一応壁張りをこいつもともとレベルアップで覚えてくれるんで、光の壁とリフレクターともに。なので、今回ね、ニオニクスにします。おぉ、レジエルキか。早いな、ルール決まんの。ルールはレベル50、道具かぶりん、あ、まあ、道具かぶりなしだと無理や。よいしょ、チームにポンと。マジで、本当にあれですかね、ブリジラス先生、なんつうの、採用するつもりで、あいつマジで卵持ちっすからね。うわ、なんだこりゃ、レジエレキ、ガラルファイヤー、ボーマンだ、鬼しずくも、ハッサも、エルレイトと。はぁ、怖えパーティーだな。初手からレジエレキの大爆発、大爆発のときたらちょっと怖いんだけど、まあ、とりあえず初手にオニクスかもしれないか。初手にオニクス、でもどうなんのかな、ガラルファイアってどっちなんだろう。ボーマンダとかハッサムエルレイドって見ると多分物理型なんですよ。で、唯一レジエリキが多分特殊型のはずなんで。まあそうですね。一旦ウガツホムラと、
どうしようかな。鉄の岩尾と、まあもう一回うねる水面でいいか。一応ね、ちなみに動画は、こんな感じのね、5体にしてます。そうですね、相手ショット何で来るのかな。ハッサムがね、意外とこのパーティー厄介なんだよな。ただ相手相当引いてるだろうね、このパーティー。俺正直に自分がマジでこのパーティーで来られたら一瞬、はってなるの。これマジでブルーベリー大会専用パーティーですからね。どうせこの後解散するんで。でもね、俺今回のブルーベリー図鑑の大会思う。うがつホームラたちこれさ、制限しないとまずいと思うよ。今のところ確か制限ないんですよ。ちょっと待ってくださいね。ブルーベリー大会だっけ？ちょっと待ってくださいね。ブルーベリープロローグか。ごめんなさいね。あんまり名前しなくて。おお、両方ともいるしかいか、かっけえじゃん。まあ、しかも両方ともほぼ物理型できたんで、まあ、ちょっと威嚇下がっちゃうのが痛いんですけど。まあ、それはそうですね。一旦どうしようかな。このターンは、もう本当にリフレクター撒いちゃって、で、まあ、火炎の守り入れときましょうか。ん？ハエテ返しって何？ちょっと待って、知らない技が飛んできた。何その技？ボーマンダのやつら。ああ、ボーマンダやつら型なんだ。なるほどね。ってことは特殊型か、このボーマンダ。了解。じゃあ、日本バレしちゃって。日本バレしちゃって、ドラゴングローでいっか、ボーマンダに。ひるむな。ああ、玉持ちなんだ。オッケー、ひるまなかったらき。ああ、ひるんだ。うわ、最悪、ひるんだか。マジか。やべ。それはきつい。それはきつい。オッケー、ナイス。電磁波入ったのでかい。ナイス。オッケー、オッケー、オッケー。もうそこはちゃんと相手読んでるか。したら一旦光の壁巻いちゃって、まあドラゴンゴールぶっ込むしかねえか。多分次エンテに、あのエンテの方に攻撃してくるはずなんで、エルレイドは。いや、引っ込めたか。ナイス。それ引っ込めてくれたのめちゃくちゃアド。誰？ハッサム？あー、ファイヤーか。ガラルファイヤーか。オッケーオッケーオッケー。ガラルファイヤーの色違いってこんな色なんだ。すげえ。うわー、ちょっと残った。まあしょうがないしょうがない。これはしょうがない。まあエアスラ決まっちゃったけど。で、ただ玉持ちでボーマンダはギリギリと。だ次まひれば多分ボーマン、あ、そうか。次まひれば、どっちにしろボーマンダ怖くないんで。問題なのはこれ上取れるかなんだよな。で、このファイヤー自体、確かあれなんだよね。悪タイプ持っちゃってるはずなんで。あれ、ガラルファイヤーって悪だよね、確か。違ったっけ？あ、悪飛行かってことは、いたずら心が入んないんで。どうしようかな。まあ、とりあえず、無駄に壁ターン消費するか。そんで、テラスタル切っちゃっていいと思うんだよね、これも。テラスタル切って、ガラルファイヤー吹っ飛ばしましょうか。どうせもう、ボーマンダマ切ってるんで、怖くないんで。で、相手の一手エルレイドって分かってるんで。オッケー、しかもファイヤーの上取れた。あー、数ミリ残ったか。なるほどね。
お盆のみ？あ、お盆か。オッケーオッケー。うわー、ぶねー、結構にお肉取ってからだな。ただこれでボーマンダは確実に退場する。でリフレクターがなくなった。でエルレードが、ちょっとさっきの早手返しって何？ちょっと待ちくださいね。SV、早手返し。早手返しは、動きに反応して相手が出す技が先制攻撃ないと失敗すると。あ、なんそういうことか。じゃあ関係ねえや。じゃあリフレクター巻いて、もう一回ハイドロスチームでいいか。テラスタル切った。エルレードに何テラ切るんだ。ん？これなんだ？ゴーストか。はい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 。あ、違う、エスパーか。エスパーテラスタル。ほう。あー、不意打ち持ってるか。でも耐える。最後勝ったら耐えねえか。まあでも逆に言うとこれで日本バレもう一旦詰める余地が増えたんで、これめちゃくちゃアドなんだよな、正直言うと。で、日差しの元に戻るのは全然アドなんだけど、問題はお前上取れる ?144 129。あ、もともと上取れるんだ。やべ、俺上取れてんのスカフも出しちゃったやっちゃった。で鬼しずくもか。ちょっと待って、これやばいな。俺めちゃくちゃ不利なんだけど。ちょっと待って。俺この一応ね、鉄の岩はね、あの B に振ってるんですよ、ガチで。ガチで B に振ってるんで、でも多分インファイ、あ、でもインファイト耐えねえかな。わかんねえ。とりあえず、あ、どうすか。一応大丈夫だ。あれやってるんで一応大丈夫ですね。一旦エルレイドに電磁波巻いて、まあパワフルレッジで上から殴るしかねえよな。あ、オッケー、ナイス、電磁波決まった。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。全然ナイス、全然ナイス。オーケーオーケーオーケー。電磁波決めて、パワフルレッジで、鬼しずくもワンパン、ナイスあぶねー。ただ聖剣はやっぱり持ってるか。うわー、約半分か。あれ、鉄の芋ってさ、ごめん、特性どっち？あー、クォークチャージか。エレキフィールド特に関係ないし、光の壁はまだ残ってんのか。じゃあ一旦光の壁このターン巻いて、まあパワフルエッジで突っ張るしかねえよな。研磨する理由はないと思う。まあどっちにしろネオニクスが打点ないんで、このターンで蹴りつけるしかないんだよ、ギリギリ。まひれ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 、うわーし、よし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 はいそれは相手落ちるわなよかった、ニャオニクスにしといて。このニャオニクスなんですよ。正直言うと、うち手持ち立ったりしてる時点で、ほぼ4.5オーバーと変わるんですよ。オッケーオッケーオッケー。よし、ここ2連勝はでかい。よかった、電磁波覚えさせてニャオニクスに。やってることがクズ気は割れねえけどさ。よし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 。いい、全然いい、全然いい、もう全然いい。ガラノファイアって意外と強いんだね。俺も欲しいな。ケンタで済ようかな。まあ、ケンタで済むかな。でも全然やる気ないんだけどさ。でも、ガラルファイアの逆上って強いっすね。うん、ガラルファイアマジで強いと思う。まあ、俺正直言うと、ガラルサンダーしか持ってなくて、ガラルファイアとガラルフリーザってどういうのか知らないんですよ。細かく言うと。なんだこれ何のポケモンかわかんねえ
みにガラルファイヤーだと、特務が高いんだ。125で特攻100。うーん、そんなもんなんだ。相手、ポケモンの数2体から6匹。あー、6匹いけんの？すべて50。道具持たされるか。あ、やべ！もういいけどさ。あ、でも全部持ってけるんだったらよくね。相手、あ、コータスのヒデマシマシか。なるほど、コータスいるのか。あ、じゃあもう全然書店ニオニクスでいいや。書店ニオニクスで行って、これただ問題なのがね、マジなこと言うと、あの、下から2体目のポケモンがめちゃくちゃ痛いんですよ。あの、翡翠なんだっけ、ドレディア。あれのソーラーブレード、めちゃくちゃ痛いんですよ。なので、ここ正直言うと、もう、うがつホームラーで行くしかないんだよな。まあ、相手が一応6体潜水ゲームしたんで、一応6体潜しますけど。まあ、でもおそらくコータスの日照りからの、相手のパーティー的にトリクルーム負けるやつはいないんですよ。あー、コータスいいか。オッケー、日照りマシマシからのか。了解。で、イーユーってこれさ、赤入ってるよね。赤炎だよな、確か。だよな、赤炎か。じゃあ、一旦も光の壁巻いちゃって、まあ、ドラゴンクロウをイーユーに入れるしかねえか。多分ね、あそこ、コータス噴火してくると思うんで、で、素早さ的に多分ね、イーユーの方が圧倒的に早いんで、これ上取られるのはしょうがねえんだよな。とりあえず光の壁で噴火と悪の波動の威力だけは抑えたい。うわ、それでも60か。はい、オッケー。いいよ、相変わらず神っぺらいな、耐久。で、コータス噴火でしょ。あ、オーバーヒートなんだ。あー、それでも それでもイエローゾーン持ってくらねえんだ。で、脱出パックか。あー、ビンゴ、脱出パックだ。オッケー、脱出パック持ち。まあ、これで相手のポケモン一気に2体分かるんで。まあ、まずコータスの代わりに出てくるのが、偉大な牙か。はいはいはい。まあ、個体活性と。で、もう1体が。シャンデラか。ほーってことは、これシャンデラの浮遊ぶっぱなされる可能性高そうだな。いや、ちょっときつくなってきたな、これ。いや、一旦リフレクター巻くしかないか。一旦リフレクター巻いて、どっちにしてもね、自信は絶えないはずなんですよ。で、シャンデラがもらい火の可能性高いから、あれ、シャンデラってもらい火あったよな、あいつ確か。確かシャンデラってね、うっすらもらい火持ちいるんですよ。あれ、シャンデラもらい火だっけ？シャンデラ、そうですね、もらい火炎の体すり抜けなんで、いや、ここドラゴンクローの方がいいな。一旦偉大な牙、いっとくか。うわー、火炎放射耐えなかったか。さすがヒデリ。うわぁ、結構持ってかれねえか。で、どうせ地震、ああ、ぶちかましなんだ。まあまあ、これはしょうがねえ。オッケーオッケー。で、防御が下がる。なるほど、貝殻の数字ね。ってことは、もしかすると、これ、あれっすね、シャンデラがスカーフかメガネ確定してるんだよな、多分。で、間違いなく、ドンファンの上はうちの2体取れるんで。ドンファンの上は取れるから、ハイドロスチームぶっ込んでみて。まあ、そうね。パワフル。いや、でもここテラスタル。でも相手の手も不思議にコータスいること考えると、もうこうテラスタル切っちゃっていいや。テラスタル切って、間違いなく偉大な牙飛ばそう。その方がいいや。で、これで、シャンデラの上を、なんだっけ。
誰だこいつ、ビジリオンだっけ、ヒジリオンだっけ、なんかわかんないけど、岩タイプが取れるんだったら相手メガネ持ちなんですよ。でもスカーフ、スカーフじゃねえや、壁張ってるニャオニックスをヒデリでぶっ飛ばしたってことは多分メガネ持ちだとは思うんですよね。あー、やっぱりメガネ持ちか。オッケー、ナイス。オッケー、これで偉大なフェアも突破。で、残ってんのがコータスと、ドレディアか。うーん、あー、リーフェアもいたんだ。なるほどね。これちょっときつくなってきたな、場面的に。とりあえず両方とも草一貫が入っちゃうのがめちゃくちゃ痛いんだけど、ドレディアの方が早いんだ。ってことはドレディアがスカーフ持ちだったのが失敗した。これ耐えねえ。うわ、ゴー耐えるんだ。あ、玉持ちでか。すげえな。リーフェアの方が、あ、ってことはお前ら揚力差持ちか。あ、ソーラービームはごめん、本当に耐えない。それは、あ、そう、ソーラーブレードか。ソーラーブレードなら耐えるわ。あぶね、ブレードならできる。うわ、でも揚力差強えな。よかった、念のためアクアジェット入れといて。で、これで日差しが元に戻って、どっちにしろ相手コータスしか残ってないから、まあ、コータスは怖くないんですよ、ぶっちゃけ。問題は確実にリーフやの上が取れないことが確定してるんですよ。なので、まあしょうが、でもどうしようもねえなこれ。とりあえずはでも、そうね、アクアジェットで少しコータス削るしかねえか。で、一か八かで、どっちの方がいいかな。まあ、命中率85だもんな。ドロポンよりちょっと多い。いや、一か八か行くしかねえな。いや、これは負けたわ。揚力差強えな。全然入んねえ。さすがヒデリ状態で物理なし。オッケー、メガホン当たったのでかい。ただコータスの噴火を耐えきれる余力があるかと言われたら 100% ない。あ、オバヒなんだ。どっちにしろ耐え、あー、耐えてくれるんだ、あざっす。それはあざっす。で、特攻2段階下がってブリジラスしか残ってないんだけど、え、ブリジラスさすがにコータスの上取れるよね。おっしゃいません、このブリジラスさ、これまともに育成しないブリジラスがさ、努力値振ってねえんだよ。これさ、思うんだけど、もう破壊光線ぶっ放すしかねえよな、一か八かで。
エレクトロベルって、だってこれ一旦チャージ技でしょ。そうですね、チャージ技っすね。だったらしょうがないから、破壊光線ぶっぱプラス、もうサイコブレードで行くしかねえや。うわぁ、勝って。破壊光線で飛ぶんだ。あざっす、よかった。あぶねえ、なんとか面目保たれた。あぶねえ、でもマジでごめん、本当に言うわ、揚力素強え。確かにヒスイドレリア、あ、そうか、ヒスイドレリアも揚力素だったんだね、そう考えると。いやーでもすげえな、なんかここまで強いヒデリパーティーは久々見たわ。一旦尺的な30分なんで、もう1試合だけって終わるか。まあ多分この後、そうですね、もう1試合調子を超えてやった挙句に、俺コッパみじんに負けて、プラスションベンして、おしっこして。ああ、あったかいもの飲みすぎだね。マジックスションベンして。6匹でレベル50と1であるか。オッケーオッケー。じゃあ相手が、あ、こっちの人ヒデリパーティーか。コータス、ワタッコ、ただまあドドゲザンと偉大な牙にパオジアンと。パオジアンがちょっと怖いんだよなこれ。そうですね、まあでもとりあえず書店にヤオニクス行くしかないんだよな。あ、でもコータスいること考えると、あ、でもか、書店にヤオニクスか、書店にヤオニクスでどうしようかな。聖剣持ってること考えるとちょっと鉄の岩渡したいんでしょ。ってからはまあこうでいいか。おそらくでもな、相手ね、コータスと、俺の予想だとハバカミあたりだと思うんだよな。チエンパウと？ああ、偉大なキャバとあるか。コーリーヌか。なるほど。なるほど。意外とわかんねえパーティーで来られちゃったな。したらしょうがないんで、一旦リフレクターだけ先貼って、一回守りましょうか。しかもいきなり相手初手から照らしたらガンダコ切ってきたわ。すげえな。強気だな。あれ俺スマホどこやったっけ。あった。あー地震か。でチェーンパンはなるほど飛行テラスあるか。なるほどね。だったらこれさ、ぶっちゃけチェーンポをさ、止めちゃった方が早くね。どうしようかな。まあ、一旦ドラゴンクロー入れとくしかねえか。でもこれマジで、ああ、なるほど。2連続、あ、2連続、ああ、守ってきたんだ。うまいな。しかも偉大な規模の方が早いんだ。なるほど、ドラゴンクローで半分と。したら一旦電磁波入れちゃって一回守るか。
で、ここ日本晴れと、まあ、どっちにし回復しても容量は間に合わないんで、まあ、とりあえず適当に大噴気ぶっ放すか。まあ、壁ターンはちょっと無駄に枯れちゃったけど、まあ、お膳立てはできたんで、これで。ちなみにだけど、うかつ炎が111、129か。なるほど、18も結構差あったんだ。あ、その前に偉大に決めるのが早いんだ、やべ。あぶねえ、よかった、 B に振っといて。で、たすき持ち、ってことはこの遺伝抜けばスカーフ持ってたんだ。なるほどね。即急所かよ、マジかよ。うわ、それは想定してねえ。やべ、積んだ。無理だわ、壁張ってる状態で急所になってるとそりゃもう対処にしようがねえ。やっぱあれですね、3勝目で終わらしときゃよかったな。失敗した、調子を超えて失敗しましたね。で、多分だけど、どうせもう冬打ちやってくるでしょ、あいつ。しょうがないから、まあ、サイコブレイドと、まあ、多分守るはしてこないんで、冬打ちやってくると思うんだけど、まあ、ひる確率にかけるっていうのもありなのかな。いや、一旦パワフルエッジ打ってみよう。あー、そこもまひんねえか。使えねえな、こいつ。そこぐらいまひれよ。急所に当てられるわ、まひらねえわ。ゴミすぎでしょ。で、このシャドウボムも確実に耐えないと。いや、あそこで急所に当たったのが全部ゴテゴテになったな。最悪。まあ、しょうがねえ。まさか偉大な牙にあれだ、スカーフも出してると思わなかった。すんげえ気づかなかった。あれは想定してねえや。でもやっぱ相変わらずコーリーヌ強いっすね。完敗したわ。普通に完敗したわ。いやでもね、マジなこと言える。急所に当たんなければ、まだどうにかなったんで、正直。そうっすね。まあ、しょうがねえか。じゃ、とりあえずね、今使った、チーム4っすね。まあ一応、4勝3、まあ4戦3勝と。チーム4。一応チーム4。あ、間違えた。一応チーム4こちらになります。まあ、無事ですよね。まあ、基本的に言うと、ダブルバトの大会なんで、4対戦すればいいんで、この中から。なので、基本的には、ブリジラスは、戦力外には、まあ、戦力外っていうわけにはなりますけど、あれ？あ、そっか。この時点では、バス入れ替えれんのか。ごめん。間違えてた。あれどこだっけ、ブリジャス。これこっちだ。なんか技ねえかな。
まあ一旦遊び半分でメタルバースで見るとっか。どうせも入れる技ないからね。破壊光線でも思ってる入ってくるだな。まあ、朝なんかもう技マシンの方で、まだ、まあ、考えるとしてって感じになりますけど。まあそうですね、一応一旦、まずネオニクスですね。まあネオニクス、まあお盆の実を足して、まあ基本的には少し耐えてくれるように、まあ、してますけど、一応ね、HP と、B に振ってます。で、いたずら心とオペトラスは日本バラとリフレクターが光の壁、デンジャーと。まあ本当だったらね、壁とかのターン伸ばしたいんで、まあなんつうの、その、光る粘土でもいいのかなと思うんですけど、まあでも正直言うと日本バラしないとうちのチーム負けちゃうんで、まあ相手がね、まあ例えばコータスみたいな、まあでもどうなのかな、一応今回のパーティーで言うと、まあブルーベリー図鑑限定なんで、一応ね念のため、まあ日本バラと、まあ4位欲しいんで、まあ日本バレプラス、まあリフレクターと、あとね、まあ一応まあ念のため相手の上取りたくするために、まあちょっと電磁波ね、一応まあ命中率90なんで、まあ鬼火するよりかはね、電磁波で、そうですね、確実に止めざるし、まあ鬼火するんだったらね、まああの、こっちにもいますんで大丈夫かなっていう感じですかね。まあ一応ネオニクスという感じにしてます。で、まあ普通にあとはね、まあ残った電線のごめんなんですけど、こちらですね。まあ鉄の伊勢派。一応まあどういう形にしたらいいか分かんなかったんで、で、まあ正直言うと悩んだんですよね。まあ日照り型で固めるかどうしようかと思った時に、どうしてもやっぱね、うねるみなこが、たけるらいこが、たけるらいこが俺の中で使いづらかったんですよ、ポケモンとして。まあこいつエレキフィールド巻かなきゃいけないっていうのがあったんで、まあやっぱりエレキフィールド巻ける特性のポケモンっていうのが少ないんですよ、エレキメーカーっていうのかな。あれが特性上少ないんで、まあ、不意打ちの上位互換の陣内持ってるのはね、確かに悪くはないと思うんですけど、でもまあ正直言っちゃうけど、まあね、まあ 100%、まあさっきみたいに 100% 攻撃させてくるってこともないんで、まあ積まれたりするとね、厄介になるんで、そのターンが。なので、その点考えるとね、まあ正直、まあどうでしょうねって話になっちゃうんですよね。まあ一応ね、種族的にはこんな感じで、特攻と、まあ特攻が本当に高いんで、まあ、うち基本的に素早さとかに今積んで上から殴るのってあんまり好きじゃないんで、一応だからまあ、なんつうの、特攻と、まあ特防と、防御に振ってって感じでしてますと。まあ特攻でもね、レベル100時点で370超えてるんで、まああとこれに、だからまあ言い方ですけど、まあ突撃、あの、直帰持たせながらやるんだったら、まあ全然ありかなという感じですかね。で、まあ、そうですね、メインウェポンは、まあ、やっぱりこいつら、うがつホームランになりますけど、まあ、ガツオロですね。一応、まあ、攻撃と特防に、全振りしてます。まあ、やっぱりね、火炎の守りで相手を、まあ、一番最初の、あの、マリルみたいに、やけどにしまえば、もう、防御なんか、あの、噛みっぺらくてもどうにでもなるんで、相手をやけどにする前提で、まあ、あの、言い方ですけど、なんつうのかな。あの、まあ、相手をやけどにする前提で、まあ、基本的には努力値振ってるんで、まあ、あの、だから、その、テソニさんも、まあ、特殊型に振ったりという感じで、まあ、うかつフォローも、一応ね、特防の方に、まあ、振りつつ、まあ、念のため、防御にも振りつつって感じにしてるんで、基本的にはもう、うかつホームランがうちはメインアタッカーになるかなって感じですかね。火炎の守りしつつ、まあ、ドラゴンクローと、まあ、大噴撃。で、まあ、もしね、まあ、余力が余れば、まあ、朝の日差しで回復もできるんで、その辺は本当に、そうですね、もう結構、うかつホームランがめちゃくちゃ強いのかなっていう印象ですかね。で、あとはそうですね、もう一体のメインウェポン、まあ、うねるみなも。まあ、ヒデリンターンがね、長引いてくれれば、まあ、うねるみなものね、ハイドロスチームで、まあ、威力が下がるはずが、威力上がって、まあ、あの、1.5 倍なんで、まあ、ドロポンになると。そうですね、本当に、まあ、古代活性してる、まあ、日差しの状態なんで、まあ、普通に、まあ、なんていうのかな、ヒデリンしまえば、まあ、道具も足せれるし、まあ、ハイドロポンプになるしってことで、まあ、うねるみなもね、まあ、もう一体のアタッカーとして使えるかなって感じなんで、一応、うねるみなもします。で、一応、まあ、ドラゴン技、まあ、ご自身、一応、サブウェポン、あ、サブタイプか、ドラゴン技なんで、まあ、竜の波動。で、まあ、一応、ひでりの状態にできるんで、まあ、火炎放射も、一応ね、まあ、念のため入れて、で、念のため先生用に、まあ、アカージェット、まあ、補欠入れてますと。まあ、これ普通に、あの、今日、まあ、まだ動画があってないですけど、今日捕まえたうねるみなも、そのまま、あの、なんだっけな、なんだっけな、爪研ぎじゃなくて、なんだっけ。おたけびが邪魔だったんで、まあ普通にじゃあ何の技にしようかなと思った時に、まあ念のためアクアジェットでいいかって感じで、まあサブウェポン代わりにアクアジェット念のため入れてるって感じですかね。まあ特攻とかこれまだかなりでぶっぱしてないんで、まあこの辺もね、そうなんですよ。これ一応ここ見ると、まあそこまであの6倍にしてないんで全然。こっちもそうなんですけど。あ、こっちはしてあるのか。ここ2体はしてあるんだけど、今日捕まえたうねるみの鉄の岩してないんで。でも一応、鉄の岩ですね。まあこれに関しては、ちょっとね、どういう感じにしたらいいか分かんなかったんで、まあ、この個人ね、どちらかというと、まあ、岩タイプ、エスパータイプってことなんで、まあ、悪タイプ、ゴーストタイプで見れば、まあ、もうちょっと本当特防が強いのがいいんですけど、まあ、岩タイプで見ると、水、草、地面、まあ、どちらかというと、物理系が多いかなって感じがするんで。
だから特にまあ今回で言うと前回のレイド、まあ、切れ味持ってるなんつうのかな水タイプのアイスとかいるんで、まあ、念のためちょっと暴言を振りつつで、あの今回のこのなんつうのかな、そのなんつうの、まあ、3神ずつ、まあ、エンテイ、ライコウ、スイ君であとヒジリオン、コバロオン誰かの3体の3神ずつで見ると意外とね鉄の芋の方が一番 S が早くて、一応これまあ本当に順番でもやめてね、テラパークじゃないかな、一応ですね、まあ鉄の頭がまあ S に全く振ってない状態なんですけど、232、284でウガツホモロが218で竹田が一番低くて186で、鉄のイサハと、まあ、こっちの頭が244と253ってことなんで、まさかのね一番重そうな岩タイプのこいつがあの S が一番速いってことなんで、一応完全にこいつにまあスカフも出したら意味ないと思うんですけど、まあ完全に上からぶん殴ろうかなって意味であのスカフにします。まあ研磨するつもりじゃね多分スカフも出す意味ないと思うんですけど、まあそうですね、一応まあどういう感じにするかはまだ未知数なんでね、まあ本当に言うとブルーベリー相手にブルーベリーで勝負したかったんですけど、今回運悪くちょっとブルーベリーなんてか来なかったんで、そうですね、まあこういう感じかなって感じですけど、まあ、おそらくね、まああとポケモンのまあ YouTube、まあ攻略系の YouTuber さん多分いっぱいいると思うんで、うん、まあその人たちもねどういう感じで攻略するか、でもおそらくねやっぱりね、まあ今回のブルーベリープロローグ、まあルールがまああのなんだっけな、使えるポケモンがブルーベリー図鑑に登録されてるポケモンのみになってるんで、まあ言い方ですけど、テラパゴス以外のポケモン何でも使っていいよってルールなんですよ。一応こういう感じ。あれ間違えた。こっちか。あれこっちか。一応こんな感じですね。ルールが、こんな感じで、ブルーベリー図鑑のポケモンのみ使用可能なダブルアウトで使用できるポケモンに関しては。今回やっぱりバグってねえか。大丈夫か。一応こういう感じですね。重いのかな、一応こんな感じで、まあ、御三家筆頭に、まあ、使えるんで、まあ、唯一使えない、あ、テラパゴス使えんじゃん、あれ、おかしいな、あれテラパゴス使えないと思ってたんだけど、あ、使えんじゃんテラパゴス、あ、失敗したじゃあテラパゴス入れとこうチームに言いながら、テラパコス俺またまともに育成しねえんだよな、完全にうちのテラパコス、あのサバーカのスカルトから持ってきたんで、あの面白いんですよ、あの C に振って B に全振りしたバカとあの C に振って D に全振りしたバカしかいないんですよ。だからまあどうなるかね未知数ですけど、まあそういう感じにはねしてますと。まあなのでそうですね、まあどういう現環境、まあ環境っていうわけでもないけど、まあやり方になるか分かりませんけど、でも、そうですね。まあまあ、面白くはできるかなっていう感じがしますね。まあまだまだね、まあ、タケルライコの使い方わかんないんで、まあ、不意打ち持ちでスピード遅いし、耐久紙っぺらいゴミクズなんで、ちょっとタケルライコをね、まあどういうチームで生かすかも、まあ検討しつつ、まあ特にこいつ自身古代合戦になってるんで、まあエレキフィールドの正直、まあ鉄の差よりかは、まあ道具も足しつつ、まあその日本バレでどうにかできるんで、まあ補助要因にでもちょっとしようかなと考えつつにがね、なりますんで、そうですね、一旦そんぐらいかなと思うんですね。で、一応今時間的には、4時15分ぐらいなんで、ちょっと正面休憩、しながら5分ぐらい休憩取って、で、一応あれですね、大量発生の方も、始まってますんで、あ、この辺です。うすげえ、いきなり湧いてんじゃん。これ湧くのは、何箇所か湧いてくれてるんだ。あ、結構湧いてるんですね、ブリジュラス。あ、ブリジュラス？ジュラルドン。ジュラルドンのね、まあなんつうの、その道具集めつつ、まああの、スパイス使わずに、あの、前回のまあその動画多分上がってると思うんですけど、あの、普通にあの、なんだっけ、デリバードの落とし物しいからって、あの、タコ殴りデリバーしてたんですけど、その中でね、色違いのデリバードが本当2、3体ぐらい出たんで、ちょっと今回もね、ジュラルドンもちょっと狙っていきたいかなと思うんで、一旦これで終わりしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。